はい、ということでですね、こちらがですねロックスレーターズからいただいたロビン 25g でございますね。はい、まあ、いただいたのが 25g なんですけども、21、23、25g とあって、25g をいただきました。メイドインイングランドと 90% タングステンということでね、はい、早速ちょっと開けていきたいと思います。非常にねシンプルなパッケージになっております。はい、早速ちょっと取り出したんですけども、かなりシンプルですね。一応ねロックスレーのこのフライトがついてまして、わあこれすごいですね。これちょっと取り出しましょうかね。よいしょ。あ、結構しっかりと入っております。硬いで、しかも重たいぞこれ。これすごいですね、見てくださいよ。先の部分がですね、あのロビンフッドのキャラクターが使うあの矢のね、あのこの返しの部分ですね、あれからインスピレーションを受けて、でね、もうこの大胆なデザインに、なったみたいですね。はい、いいシャフトついてきますね。はい、結構スムースで、かなり軽いシャフトがついてきます。はい、持ってみます。さあ、いやー、これすごいな。ここすっごいな、ここ全部で持つ感じしますね。ここをねこうそっと持って、非常に大きな指のかけどころっていう感じが僕にはします。はい、ということでいかがだったでしょうか。ロックスレーダーツロビン 25g でした。はい、個人的な僕の感想なんですけども、まあ、これね、まあ、ノーグルーブで一切このカットとかがないんですけども、まあ、僕の指ね若干ちょっとまあ湿ってるんですけども、ピタッとこのバレルにまとわりつくというか、滑ったとかなんかそんな感覚は一切なかったです。はい、まあ、25g って重たいなというところが、まあ、正直なとこなんですけども、やっぱりねこのロビンフッドの矢をね、まあ、イメージされて、まあ、作られたバレルなので、もう本当に新感覚というか、もう持ったことのないねノーグルーブバレルになってると思います。はい、ということでですね、このようにですねジャパニーズガイにダーツの紹介をしてほしいとか、これを動画にしてほしいとか、そういうねリクエストありましたらですね、ジャパニーズガイ TV.com @gmail.com の方に、Eメールお待ちしております。ということで今回はロックスレーロビン 25g でした。ありがとうございました。